ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。よーっす、霊夢。では、あら、おはよう魔理沙。おはようじゃない、冷却スプレーを人に向かって吹きかけるって何の嫌がらせだ？嫌がらせどころか私の善意よ。せっかくコールドスリープさせてあげようと思ったのに。霊夢、まさか変な SF 映画を見たのか？とにかくスプレーごときじゃそれは無理なんだぜ。コールドスリープされれば寝っぱなしでいさせてあげられると思ったのにな。なんでそんな発想になったんだ？コールドスリープってさ、仮死状態のまんま眠って過ごせるんでしょ？マリサとしても嬉しくない？まあ来世まで私が残るのは嫌な気はしないけど、それにしたって無茶苦茶すぎんだろ。霊夢の暴挙で思い出したけど、すごく寒い場所だと死骸が綺麗なまま残ってるから、想像がかき立てられて面白いんだよな。ああ、マンモスの話？いや、なんとサーベルタイガーと呼ばれる巨大な肉食獣が、永久凍土で発見されたんだ。何それ？詳しく聞かせてちょうだい。それじゃ、今回は永久凍土から絶滅種、サーベルタイガーを発見、について解説していこう。やったー。マリサさん、それじゃあ早速、おっとその前にチャンネル登録と高評価ボタンを、押してくれるとモチベーションが上がります。よろしくお願いします。それじゃあゆっくりしていってね。ちなみにマリサ、サーベルタイガーってどんな動物なの？知らないまま盛り上がってたのか。まあいいや。じゃあ、これからサーベルタイガーについて紹介していくぜ。よろしくお願いします。サーベルタイガーは、犬歯科とも呼ばれる絶滅してしまった猫科動物だ。ほうほう。肩高は約1メートルから 1.2 メートル、体長は 1.9 メートルから 2.1 メートル、体重は270キロだったと考えられているぞ。2メートルくらいの猫か？虎くらいの大きさね。そうだな。その大きさを想像してもらえるといいな。さて、サーベルタイガーにはとある特徴的な身体的構造があるんだ。それは、この大きな牙だぜ。うわぁ、猫のも鋭いけど、それとは比にならないくらい大きい。これは独自に発達した上顎犬歯で、なんと20センチに及ぶ単頭状の牙なんだ。これを大型動物を専門に狩るための武器として使用したと考えられているぜ。へ、大型の生物を狙ってたのね。まあ、ずんぐりした獅子を持っていたから、瞬足の動物を高速で追跡して捕らえることは困難。だからこそ動きの遅い生物を飼っていたとも考えられるんだけどな。それならすごく速く走ればどうにかなりそうね。本気で生き残ることを考えてるな。さらに、犬歯は強大だが厚みはあまりないため、首に噛みつく攻撃が中心で、亡くなった動物の体から肉を噛みちぎるために使っていたという説もあるんだ。実際に狩りをしていなかった可能性もあるのね。とはいえ、生物学者の見解によると攻撃獣の骨は損傷が多いが、不肉食獣の方は骨に損傷がない。なんで？攻撃獣は、餌を狩る過程や縄張り争いなんかで傷を負ってしまうことが多くて、それが骨にも残ってるからだぜ。ほう、戦いの後なのね。そして、サーベルタイガーの骨には損傷が多いから攻撃獣だったという説が有力だな。大きな牙を持っていろんな動物を襲う肉食獣、いや、怖すぎるわよ。あはは。笑ってる場合じゃないわよ。こんなの人間には太刀打ちできないわ。まあまあ、この生物は絶滅してるからな。今のところ霊夢の心配は杞憂だぜ。それはそうなんだけどさ。まあいいか。この種はさ、どんなところに生息してたの？サーベルタイガーは、現在の米国西部地方に君臨していたと考えられてるぜ。なんと、カリフォルニア州にあるラ・ブレアタールピットからはこの種の化石が、3000体以上採集されているんだよ。ええ？そんなに？そして、ここで採取された化石を調べた結果、サーベルタイガーはライオンのように草原で、獲物を捕まえる生活を送っていた、のではなく、森に住んでバクのような草食動物を狙っていた可能性があるとされたんだ。さっきの狩りの話を聞いてから、私はサバンナみたいな生き方を想像してたけど、結構イメージからはかけ離れてるわね。ちなみにこの種は食べ物の嗜好がはっきりしていて、一定の動物をずっと食べていたらしい。だから、環境に適応できずに絶滅してしまったと推測されているんだぜ。やっぱり何でも食べる動物が長く生き残るものなのね。さてさて、ここまでがサーベルタイガーの簡単な紹介だったぞ。猫かって聞いてから猫ちゃんみたいな動物だと思っちゃったんだけど、実際は森のハンターだったわね。もっと詳しく知りたくなっちゃったわ。じゃあ次は、冒頭で話した、永久凍土で発見されたサーベルタイガーについて解説をしてやろう。ぬぬぬ。聞きたいけど、偉そうだから尺ね。さて、永久凍土に関しては後で詳しく解説するから、今はとんでもなく寒い場所って思ってくれ。なるほど。さて、そんな場所でサーベルタイガーが発見されたんだぜ。ほうほう。今回発見されたのは、3万5000年前に絶滅したこの種の幼獣だ。
永久凍土という場所だからか冷凍されており、毛皮、頭、胴体、手足はそのままの状態で残っていた。そのままの状態って、昔生きてきた時の姿を見られるってこと？それじゃあ、詳細を解説していこう。ワクワクが止まらないわね。発見されたのは2020年、ロシアのヤクーチア北東部、バディアリハ川付近の永久凍土層だ。ふむふむ。この個体は生後3週間の赤ちゃんで、強大な上顎犬歯はまだ発達していないものの、かなり綺麗な状態で見つかったんだぜ。生まれてすぐだとまだ牙が育ちきってないのね。そうそう。これもまた大きな発見だよな。そして調査の結果、今回発見されたのは、サーベルタイガー種の中の、シミターキャットだと特定された。この種は、他のサーベルタイガーよりも小型で、体型は原種のハイエナに似ているんだ。ああ、なるほど。タイガーって名前だけど犬っぽい見た目なんだ。ちなみにシミターキャットはスラリとした体で行動範囲が広く、特徴的な牙も常に出ていたわけじゃなくて、上唇に隠されていたと考えられてるんだぜ。なるほどねー。子供のミイラからその説は補強されたの？今回のミイラからは、シミターキャットの成獣でも牙が隠れていたか判定するのは難しいらしい。ここは調査を待つしかないわね。さらに、ここで発見された冷凍遺体を用いて、ライオンの子供との比較も行われたんだ。どんな違いがあったの？あのミイラはライオンの子供に比べてまず、足が幅広かった。へぇ？さらに、肉球の衝撃を吸収する歯根パッドがなかったそうなんだ。そうなの？ああ。専門家たちは、これは雪や氷の上を歩くための適応だったのではないかと考えているぜ。そういえば、この種が発見された場所って永久凍土だもんね。さらに、シミターキャットはライオンより首が太いこともわかったんだ。これもやっぱり環境に適応した結果なのかな？どうやら首の太さの違いは、筋肉量の多さによるものらしい。そうなの？ミイラ化した肉から皮膚を剥がした部分を見ると、はっきりわかったそうだぜ。首の筋肉で判断したのね。あの百獣の王に勝るなんて、昔の大型肉食獣もやるじゃない。その上、シミターキャットは口が大きいことも判明してるぞ。これに関しては、犬歯の発達が関係してるんじゃないかって説もあるんだよ。ああ、確かにこの子はすごく長い牙を持ってたもんね。口が小さかったら刺さっちゃうわ。さらに、獲物に食らいつくとき下顎が大きく開くようになってるんだが、どうやら子供の頃から同じように、下顎を大きく開けられるような構造になっていたらしいぞ。じゃあ、生まれた時からそういう特徴を持ってる可能性が高いのね。そしてこの種の口の大きさに関連して、唇にもとある特徴があったんだ。おお、なんと、今回見つかったシミターキャットの上唇は、現代のライオンの幼獣の2倍以上の大きさだったんだぜ。確か、大人になるとそこに牙が収納されるって推測されてるんでしょ？今回の発見は、その仮説を裏付けてるんじゃない？幼獣の時点でも上唇が大きいことは判明したからな。成長するにつれて、生えてくる長い牙を隠せるような唇だった可能性が出てきたよな。大人のシミターキャットが発見されたら、議論に決着がつきそうね。まあ、食物連鎖の頂点にいた肉食動物のミイラが見つかるのは稀だから、気長に待つしかないな。どうしてなの？自然では、捕食者よりも非捕食者の方が数が多くなる傾向があるからな。マンモスよりも全然見つかりにくいとは思うぜ。けど、今回幼獣が発見されたわけだし、大人の方も見つかってくれると嬉しいわ。さて、この他にも興味深い特徴はいくつもある。現代の猫科には、生まれた時はブチやシマといった模様があって、成長に伴って亡くなったり、そのまま残ったりというのが普通なんだが、しかし発見されたミイラには模様はなく、シミターキャットにはそういう特徴が、ないって可能性も出てきたんだ。へえ、そうなんだ。まあ、今も調査中なんだけど、今回綺麗な状態のサーベルタイガーが発見されて、いろいろな新しいことが判明したんだぜ。聞いててすごく面白かったわ。ちなみにさ、永久凍土ってどんなものなの？ずーっと引っかかってるんだけど。それじゃ、そこについてしっかり解説していこうか。永久凍土とは2年間以上にわたり継続して、温度0度以下となる地盤なんだぜ。温度0度？驚くことにその範囲は北半球の大陸の約 20% に広がっているんだぞ。へぇ、結構広いのね。ちなみに永久凍土といっても上部には夏の間溶ける層があって、草原になるんだ。ああ、そうなの？てっきり氷だけの土地が広がってる場所だと思っていたわ。日本では富士山頂上付近なんかに確認されているぜ。日本にもあるの？それじゃあ、私たちも気軽に冬眠することができるのね。別に止めないけど永遠の眠りにならないといいな。やめなさいよ。けど、日本にも永久凍土があるのは驚きだわ。ロシアみたいな極寒の地にしかないと思ってた。氷河や氷床を形成するような大量の降雪がなければ、
年平均気温が氷点下より低いあらゆる気候で形成されるからな。ああ、富士山頂上付近ってすごい寒いし、日本にも氷点下以下の地域はあるものね。いやあ、最近気温が急激に下がったからか、聞いてるだけで寒いわ。ちなみに年平均気温マイナス5度以下では、凍土の融解は起こらず連続永久凍土地帯が形成される。逆に、四季によって気温の変化が大きいなら、不連続に永久凍土が広がることになるな。ふーん、そこって生き物が住めそうにない地域ね。昔の生物が発見されてるのが不思議なくらいだわ。いやいや、夏季を中心に、地表地殻が凍結していない永久凍土地域では、針葉樹林帯や草、苔植物などが生える、ツンドラが広がっているからな。え？夏には表面が溶けるとは言っても、そんなに寒い場所で植物が生えるの？ああ。表面が融解する地域だとそこに草原が出現することもあるし、そこを生活圏とするトナカイのような動物もいるんだぜ。トナカイってあのクリスマスの？それしか認識がないのか？トナカイは寒冷な環境から身を守る分厚い体毛を持っているから、永久凍土ができるような土地であっても生息できるんだぜ。へえ、サンタさんのお供をしてるのも納得ね。クリスマスシーズンにぴったりじゃない。霊夢が楽しそうだからいいか。というわけで、永久凍土にも草は生えるし、動物が寄ってくることもあるってことだ。なるほどねー。そして、さっきサーベルタイガーが発見されたと解説した通り、永久凍土からは、絶滅してしまった動物が発見されることがたびたびあるんだよ。確か、冷凍されてたから比較的体が残ってる状態で発見されるのよね。そうそう。マンモスは非常に有名だが、ホラーなライオンが発見されたこともあるんだぜ。何それ？ホラーなライオンっていうのは、すでに絶滅してしまった猫科の大型獣だな。スペイン以西のユーラシア大陸から、北アメリカ大陸に生息していたと考えられているぜ。ほうほう。そして2015年10月と2017年に、ロシア連邦のシベリアの永久凍土で、冷凍状態の子供が3匹も見つかったんだ。大発見じゃない。戦死時代の猫科動物が、このような良好な状態で発見されたことは例になかったから、当時は研究に大きく貢献するとして大騒ぎになったんだよな。研究者たちが期待するのもわかるわ。2018年にも北極シベリアの川の近くで、ホラーなライオンの子供が見つかっているし、これと今回発見されたサーベルタイガーは、研究に大いに役立つと思うぜ。へえ、すごくロマンがあるのね。私も行ってこれまでにない発見をしたいわ。とまあ、ここまでは永久凍土がもたらす喜ばしいニュースを解説してきたわけだが、実は、同時に恐ろしい事態を引き起こす可能性があるって知ってたか？え？確かに冷凍状態だから生物たちが綺麗な状態で発掘されてるんだが、それが適用されるのは動物だけじゃない。ウイルスや細菌にとっても同じ条件なんだ。そういえばしぶとい奴らなら0度くらいは耐えられるわね。そう。そして、実際に大きな事件も起きてるんだよ。怖いけど、工学のために聞かせてちょうだい。2016年にロシアのヤマル半島で、炭疽菌という恐ろしい細菌の感染症が広まった。その菌って？炭疽症の原因となる細菌だな。この病気は非常に恐ろしいんだ。まず皮膚炭疽と呼ばれる症状では、全身に球疹と発疹が現れ、高熱を出してしまうんだ。皮膚ってことは、これは接触感染なの？ああ。傷口から侵入して発症するのがこの症状だ。未治療の場合の致死率は 20% だぜ。そして炭疽菌が食物とともに口から入ると、凄まじい腹痛やリンパ炎を引き起こすんだ。この場合の未治療の致死率は 50% にも上るぜ。高くない？さらには空気とともに肺に吸入された場合、インフルエンザのような症状を示し、高熱や咳、血痰などの症状が現れて、なんと未治療の場合の致死率は 90% 以上となる。2020年時点の新型コロナウイルスが 10% 前後だったことを考えると怖いよな。そんなに恐ろしい病気なのね。ああ、現地の人も20人以上入院したほどだぜ。この細菌は自然発生することはほとんどないから、どこから来たのかが徹底的に調査された。すると、その原因は永久凍土にあることがわかったんだ。ヤマル半島の2016年8月の平均気温は、35度と例年よりも8度も高く、この騒動が起きる直前には熱風が吹くことがあって、表面が普段よりも溶けていたんだ。そして、いつもなら永久凍土の中にいたはずの様々な動物の体が顔を出した。今回サーベルタイガーが見つかったのも、表層が溶けたからなのよね。そうそう。昔の動物だけじゃなくてトナカイなんかの生物も融解によって姿を現すぜ。そういえば、どうしてトナカイがこんなところに？おおむね夏の間に永久凍土でトナカイが亡くなって、そのまま上が凍ったんだろうな。で、それと炭疽菌の何が関係あるの？ここからが本題だよ。
実は、炭疽菌に感染したトナカイの死骸の中で、まだ細菌が生き続けていたんだ。しぶとすぎない？そして、表面が融解した永久凍土には草が生えるし生物も寄ってくる。っていうのはさっき説明したよな？はい。トナカイの中で潜伏していた炭疽菌が、集まってきた他の生物に感染したんだ。ああ、パンデミック。ちなみに大気中にも炭疽菌が広がったという説もあるから、非常に恐ろしい事態だぜ。さっきまで永久凍土から発見される絶滅動物にワクワクしたっていうのに、今はそんな場所でも生き延びることができる細菌への恐ろしさしかないわ。ちなみに、これは今回だけのレアケース、とは限らない。へ？この土地の下にはまだまだ未知の動物が眠っていて、さらに知らないウイルスもいる可能性がある。もし私たちが存在も知らない細菌が、誘拐に伴って外に出てきたら？リアルバイオハザードよ、そんなの怖すぎる。だよな。ちなみに専門家によれば、北極には炭疽菌以外の病原体が何世紀にもわたって、眠っているとされるらしい。新しい生物の発見は喜ばしいことだけど、こんな感じの危険と隣り合わせなんだぜ。私をあげてあげて突き落としてくれたわね。まあ、これはこれで興味深いけどさ。というわけで永久凍土の解説とその恐ろしい事件についての説明だったが、霊夢、どうだった？しばらくは未知の細菌に怯えて眠れなくなっちゃいそうだわ。すっかり霊夢をビビらせちゃったし、ここからは夢のある話をしようか。夢？永久凍土で発見されたあの有名な動物の話だぜ。2016年7月、かつてゴールドラッシュが起きたカナダ、ユーコン準州クロンダイクで男性が金を探していた。この時、男性は泥の中から金を見つけ出すため、凍結した永久凍土に水を流していたんだぜ。いいこと聞いちゃった。私も今度からやろうっと。日本ではこの方法だと金は見つからないぞ。希望は失ってはいけないわ、マリサ。まあ霊夢はいつもの発作だから置いとくとして、男性が作業を続けていると、場合によっては金よりも貴重なものを見つけたんだ。それは？なんと、5万7千年前のものと見られる、メスの子狼のミイラだぜ。なんですって？足も体もしっかり残ってるじゃない。この狼のミイラにはジャーという名前が与えられて研究に回された。5万年前の生き物が原型をとどめているなんて、絶対霊度ってすごいのね。この狼はどんな個体だったのかな？どうやら5万7千年前は、北極では一時的に氷河が後退し、寒氷期にあったらしい。海面は現在よりずっと低く、シベリアとカナダはユーラシア大陸と地続きだったそうだぜ。今は北アメリカ大陸と離れてるのにそこがくっついてたの？動物たちもこの二つの大陸を行き来できたってことなのね。そういうことだな。ミトコンドリア DNA 解析によれば、ジャーはこの時代を生きていたことは間違いないみたいだ。おお、ってことは、いろいろな大陸を移動できた時代の狼ってことか。だからジャーは世界の狼のほとんどの祖先と言っていいんだけど、実は直接的な先祖ではないんだよ。どういうこと？ジャーのグループは結局血が途絶えてしまって、現代まで血を繋いでいるのは別のグループなんだよ。その原因は全然わかってないんだけどな。生存競争で負けてしまった狼なのね。それが今になって発見されるってすごいかも。ということで、5万年前の狼のミイラについての解説だったぜ。こんな完全な姿で発見されるなんて奇跡よね。研究に役立って言ってくれると嬉しいわ。そして、永久凍土で発見された狼はジャーだけじゃない。詳しく聞かせてちょうだい。シベリアの永久凍土でも、保存状態のいい4万4000年前の狼が2021年に発見されたんだ。この個体はなんと、歯や毛皮、骨、さらには内臓までもがそのまま残っていた。歯の形や顔の造形もしっかりわかるわ。見て気づくくらい綺麗に残ってるわね。そこで、研究者たちは狼の糸消化管からサンプルを採取した。すると、胃は隔離された形で保存されており、汚染もないことが分かったんだ。それなら胃も調べられるわね。さらには歯の分析によって狼はオスで、後進性に生きていたと推測されたぜ。後進性って？約258万年前から、約1万1700年前までを指す年代のことだ。あ、さっきこの狼は4万年前の個体って言ってたわね。いやあ、改めて思うけど4万年前の生物がこんなに綺麗に残るなんてね。しかも、今回は胃や消化器官も残ってるんだから、何を食べたかも分析できそうじゃない。その通りだ。さらに専門家はこのミイラから大きな発見ができると考えているぞ。それって何？その時代の細菌が検出されることだぜ。そういえば炭疽菌の話からしても、この狼も何か持ってそうね。動物の化石からは、細菌が何千年も生存できることがわかっている。それならば、永久凍土の低温と乾燥を生き延びた細菌や、ウイルスがいる可能性は十分にあるんだ。金とかって化石には残らないし、すっごく貴重な資料になりそう。
さらに、古代の微生物たちからは、現代の医療やバイオテクノロジーにも利用できる、生物活性物質が見つかる可能性もあるからな。へえ、それで、狼の解剖の結果は出たの？いや、調べたところ細かい内容はまだ発表されていないから、分析の途中だと思うぞ。ええ？早く結果が聞きたいわね。ちなみに、この研究チームはこのミイラ以外にも古代の狼を調べる予定があって、それらと現代の狼を比較した研究を続けていくらしい。それを聞いて、調査結果を聞くのがさらに楽しみになったわ。はい、というわけで永久凍土で発見された狼についての話だったぜ。まるで生きてるみたいな状態だから、うっかり生き返りそうにも見えるわよね。もしそうなったらリアルジュラシックパークよ。それが実は、絶滅動物の復活がもしかすると現実になるかもしれないんだ。ええ？さて、現実的に復活計画が進んでいる絶滅動物は、ズバリマンモスだぜ。この子が復活するかもしれないの？ああ。実はシベリアの永久凍土で、2万7000年前のマンモスの化石が発見され、その体の中に生きた細胞が残されていた。ほうほう。コロッサル・バイオサイエンシズ社は、この細胞を解析した。そして、この細胞に近い iPS 細胞を作って、精子と卵子を人工的に作ろうとしているんだ。iPS 細胞？簡単に言うと成熟した細胞を初期化して、体内のいろんなタイプの細胞に変化できるよう作られたもので、これが精子と卵子の人工的な搾取の鍵を握ってるぞ。え、それが成功したなら、メスが妊娠さえできれば子供を作れるじゃない。すっごい発見だよな。そして最新研究では、最も遺伝的に近いアジアゾウの iPS 細胞を人工的に作り出したそうだぜ。そこまで来たらゴールは近いわ。ゾウの遺伝子は、複雑な経路によって機能するから、これまで人工的な細胞を作ることは難しかった。それに成功した時点で世紀の大発見だ。ゾウの細胞の解析が進んでるってことだもんね。そしてこの細胞は、ゾウの妊娠プロセスを解明する重要なツールにもなるかもしれないんだ。そんな謎だらけなの？ゾウの妊娠期間は、22ヶ月と長く複雑だから、分かってないことが多い。それなのに今回の復活計画では、マンモスの DNA とゾウの細胞を融合させ、肺を作り、それを代理母であるメスのゾウに移植して、お腹の中で育てる必要があるんだよ。仮に妊娠できたとしても、ちゃんと産めないと母体にも悪影響があるわね。しかも、妊娠してる最中に命を落とすかもしれないし、妊娠のメカニズムがわからないことには、この計画は実行できないんだよな。絶滅動物を復活させるために、今生きている動物を苦しめるのは違うもんね。コロッサル社によれば、マンモスの肺を人工的に作ること自体は、それほどの挑戦ではないらしく、むしろ肺をきちんと育て、健康な赤ちゃんとして誕生させることの方がずっと難題らしい。この点はすっごく難しいだろうけど、どうにか成功してほしい気持ちはあるわ。まあ、この研究には批判も多いんだけどな。地球からいなくなった動物をもう一回見られるかもしれないのに。復活には莫大な資産がかかるんだが、これを絶滅危惧種の保護に使うべきという意見や、生物を復活させるのは、もはや神の領域に突っ込んでいるという意見。動物の生命を実験するわけだから、生命倫理に反しているという声が強いな。それを聞いたら確かにって思うわ。絶滅動物の復活は、自然保護につながるだろうけど、今現在、最優先で守るべき動物もいるものね。これはどっちの意見も納得できる部分はあるから、結論の出ない問題だろうな。ただ、生命をいじってるのは事実なんだし、倫理観は忘れずに行きたいな。そういうのを吹っ飛ばすと、私は素直に動いている絶滅動物が見たいわね。まあ、その意見には同意するぜ。他には復活計画のある種はいないの？実は、サーベルタイガーも復活計画が立ち上がってるんだぞ。しかも、この計画もコロッサル社だぜ。マンモス復活に着実に近づいている会社みたいだし、サーベルタイガーも復活させちゃうかもね。技術の進歩はすごいよな。とにかく続報を楽しみに待っておこうか。もしまた情報が入ってきたら私にも教えてちょうだい。お前が寝てなかったらな。ムキー。というわけで、今回は永久凍土で発見された、サーベルタイガーと絶滅動物について話してきたぜ。霊夢、今日の話はどうだった？もう私はサーベルタイガー復活が待ち遠しいわ。もしそうなったら生肉をあげて仲良くなるの。そいつは生きてる餌の方がいいと思うけどな。私は餌じゃないわよ。でも、やっぱりすごく寒い場所にいると、体は綺麗な状態で保存されるのね。やっぱり、私がマリサをコールドスリープさせようとしたのは間違ってなかったでしょ？綺麗な状態で残そうとしたんだから、冷却スプレーをかけまくること自体は間違いの中でも最上級だけどな。はぁ、私も冬眠したい。永久凍土だったらできる気がしてきたわ。
お前は日頃からバクバク食って寝てるんだから、毎日冬眠してるもんじゃないか？私くらい活動的な人間いないわよ。だから冬眠したいって言ってるの。ちなみに昨日は何してた？そうねー、朝ごはん食べて朝寝して、お昼ごはん食べてのんびりして、おやつを食べて昼寝して、夕ごはんを食べた後はそのまま寝たわ。やっぱり冬眠中のクマみたいな生活じゃないか。お前は永久凍土に行く必要はないんだぜ。なんてひどいこと言うのよ。そんなわけで今日の紹介はこれにて終了だぜ。生物に関して興味がある方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。コメントもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。